お元気ですか、僕しみです。今日は夕飯はですね、肉チャーハンでございます。さっき仕事がね忙しいので、お肉を食べてスタミナをつけたいと思っております。でこちらね、右側の方は、エリンギ、チンゲン菜を加えた、中華風のね塩味スープでございます。お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思っております。告知はございませんが、当たり前の話しますけどね、風邪とかね、あとは病原菌にもね負けないでお仕事頑張ってください、お願いいたします。まだね、あとね半週でね新年を迎えられますのでね、まだね頑張ってほしいなと思っております。はい、今日の夕飯とね告知、まあ告知かどうか分かりませんけどね、まあ私のね伝えたいことって言えばいいでしょうかね。はい、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。